こんばんは。こんばんは。よいしょ。待って、コメントまだ見えない。あ、見えた。こんばんは。くま、ありがとうございます。あみ、ありがとうございました。なんか帽子かぶっ、帽子にこうやって頑張って入れて帰った。絶対インスタを更新したいから、そうね、意外と入るもんよ。さて、ふう、インスタ更新する。よいしょ。なんか何から話せばいいか分かんないけど分かんないけどじゃないんですけど、ちょっと何から話すか、どうしようかな。こんばんは。半身1部も2部もありがとうございました。そうね、来れなかった方もね、たくさんいらっしゃるくらい、そう、たくさん応募してくださる方が2年経ってもいらっしゃることがすごい嬉しい。そうですね、もっと大きい会場でできるぐらいどんどんね大きくなりって感じですね。そうじゃあ写真選んでるんです。まだどうしようかな。なんか自分のあの何何を選ぼうと思って、どれにしようかな。どうしよう。今写真の順番を選んでて。むずいね、ほんと。最近好きになりました。お、ありがとうございます。今日から3年生です、アイドル。これよく谷崎さやさんとかがやってる髪型に寄せてみました。あ、ありがとうございます、トビさん。ありがとうございます。そうどうしようかな。
どうしよう。なっきょ。どうしようかしら。何も頭が働いてない相変わらず。永遠より、あ、そう。ファンミは3曲ずつ披露して、2曲目が1部と2部違ったんですけど。リボン止めてないよ。何も止めてないよ。なんか、頭の巻き下ろしだよ、下は。これすごいよね、ここ。なんか編み込んで三つ編みしてそれを巻いてます。お花みたいになってるでしょ、すごい。だからたくさんは撮れなかったけどできる限り写真は撮ったつもり。え、待って、17人だ。永遠より続くにさ、コンサートでってか、コンサートより前になんかや、そう、ずっとやってみたかったから。でもこういう時なんかいいかなと思って、そう、選びました。写真どうしようかな。どうせならファンミの会場で、あの液晶みたいなのあるじゃん、あれの前で撮った写真がいい気がしてきたけど、難しいね。難しい。難しいな。ありがとう、ひぴちゃん。難しいですよ、こういうのって結構考えられて、私考えてちゃんと選んでるんで、なんか何も、なんか何も適当に載せているわけではないので、ちょっと、あ、そう、今情熱大陸してますよね。見逃し配信ってあるんですか。多分録画してあるんですけど、ちょっと後で見よう。後で見ます、絶対に見ます。どうしようかな。え、本当にサッカー写真選んでるのに何も決まんない。大体同じ場所で撮った写真にするんですけど、なんでこんな 2年経ったのにこんな話してんだろうね。こんな話じゃない話よ。でも今日なんかお気に入りのリップどこに置いてったの、なんかなくて、まあいつも使ってるリップ、まあ合わせたら4本ぐらいあるんですけど、なんかそのうちの2本ぐらいしかなくて、あ、やばいと思って、別に全然やばくないんですけど、どこに置いたんだろう私。まあいっか。でも持ってるんで別にいいんですけど。あ、トビさんありがとうございます。困ってないんでいいんですけど、化粧品の話しようとしたら、まあなんかあの止まらなくなっちゃうし、いくらでも出てきちゃうんで、多分一個ずつ紹介してたら多分1時間なんてあっという間くらいあります。あ、タウスさんとピヤマさんもありがとうございます。たくさんあります。あ、これは小島真子さんのとこのお洋服です。そう、割とどこにでも着ていける、お出かけにも着れるし、今日はちょっとリハだけだけど着てた。めっちゃ可愛い。どうしよう。フラスターは別がいいかな。フラスター別がいいかな。フラスター別にする？あ、ありがとうございます、ダンスプロさん。これはこれで別がいいし、なんかどうしよう、こういうの決めらんないよ。そうですね、ありがとうございます。
どうしようかな。これ1枚目にする。でもなんか変なんだよな。いや自分で決めれるんでいいんですけど、決めるまでが長いんですよ。なんか何したっけぐらい、なんかいろんなことしましたね。インスタもコメント読んでますよ。わざわざコメント欄開かないとああいうのってさ見れないじゃないですか。ちょっと見てます。ここ1枚目にするか。ちゃんとあ、ビビビビさんありがとうございます。待って、ちょっとインスタ載せたら写真あるんで、ちょっと待って、これどうやってんだっけ。スクショの仕方忘れちゃった。待って、忘れちゃったか。まあいっか、覚えてる。名前だけ一回書いとこ待って、この前さ私さどこに置いたの袋の中に、あったあったあった。ふう、今日は黒いペンも持ってます。よし、何タワーこれ。なんか強そうなタワーじゃない。強そうとか言って、どうしようかなゴールデンタワーっていうの。待って、今アルバムに入れたやん。なんでないの。あれ入れてないか。こんばんは。まあいっか。まあいいよ。なんか。どれ選んでもいいよって思った今。ゴールデンクマタワなんか変なクマになっちゃった。まあいいよね。ラスさんありがとうございます。よし、できた。ビビベベさん、
ゴールデン熊タワーありがとうございます。どうでしょうか、本日の出来栄えは。ちょっと可愛くしてみたよ。でちょっとなんか体型がちょっと不思議な体型になっちゃった。何頭身みたいな感じなんですけど、どうぞスクショしてください。どうでしょうか。なんでみんなさ書くたびに画力上がったねっていうの、そんなに前回ひどかった。まあいいんですけど、全然。グッチさんありがとうございます。多分どれも素敵、素敵な言葉、素敵なお言葉。そんな画伯じゃないんで、まあ認めないんで大丈夫です。これを1枚目にして、私配信時間言いました、24時までって言いました。どうしようかな、本当にどうしよう、どうしようかな。今日は起きてるのでね。こんばんは。まあ分けてやればいいか。分けるのもおかしい。でもなんかごちゃごちゃに見えるの嫌なんですよ。ごちゃごちゃに見えるのが嫌だから、なんか一部の後お見送りした場所めっちゃ光、自然光がすごい綺麗で撮った写真めっちゃ良くて、そうだから結構すごいすごいなんか迷う。なんかこれいらないな、これも一回目作るならいらない。いや、こっちがいいか。でも暗いからさ、あそこより絶対2部は2部のとこでいいし、1部は1部のとこでよかったと思うけどね。まあなんかいい感じかも。全然いい感じでもないけど、なんか詰め合わせた感がすごいある。どうしようかな。まあ24時までに投稿するんで、ちょっとそれは待ってください。ちょっと一部は進行してた、進行役してたんですけど、二部はのんちゃんが進行してて、そう、私はそうえ自由にしてました。自由にやらせていただきました。違うよ、24時以降は明日になるから5月4日じゃないでしょ。なんで5月4日のことをね、ちょっとちゃんとね、5月4日のことは5月4日でやりたいんでってだけです。以上です、以上でございます。
今日は何の日でしたか。いや、お披露目から2周年の日ですよ。もうそれの通り。5月4日ですよ。もう早いね。もう5月です。5月。どうしよう。でもインスタとか迷ったらよく友達に助けを求めて、写真全部送ってどれがいいと思うとか言って、なんかよく LINE って写真とかコメント送られてきた返事にいいね顔マークつけれるじゃないですか。なんか目がハートのやつとかいいねみたいなやつとかあれに序列つけてもらって選んでもらってたりします。たまに別に丸投げじゃないですからね。そんな割と選んでからそっから頼みます。その丸投げするほどそんな人じゃないんで大丈夫です。そう、有能です。皆さん今時の子は有能です。そう、コッコちゃんが撮る写真も有能。そう、今日の写真は多分ほぼここが撮ってくれた。あとモカと撮モカも撮ったね。待って、どうしよう。なんかどうしようっていうか、多分なんか頭が回ってないだけだと思う。ブラシ炊けばよかったな。こんばんは。でも今日は写真がたくさんあるからこそ決められない。これはこれで載せよう。決めた、それは決めた。で、珍しくこれもいいから、これも決めました。これはこれ別、これ別ね、ここも別ってことは、うん、だからやっぱこっちね、なんか決めれそう。よかった、助かった。でもちょっと何枚がいいかな。そんなに多くない方がいいんだよな。もういっか、3枚にしよう。急にね。どっちがいいんだ、これとこれ。そんなにいっぱい載っけませんよ私は。グリカこんばんは。で、色味とかをいじります。今から大変なんですよ皆さん。大変なんです。結構 SNS を更新するの別に嫌じゃないんで、好きでやってるから全然いいんですけど、余っても載せませんそんなに。まだ引っ張りますよ私は。審査に漏れたからといって
ボツにしたわけではないので、まだ載せません。ウィバースとかに、だって載せちゃったらさ、なんどこにも載せる写真なくなっちゃうんだもん、ウィバースにウィバースじゃないや、他の SNS にね。それ困るのよ私には。だから基本あんま乗っけないようにしてるけど、でもそんな乗っけないようにしてるけど、その最近の写真はそんなに載せてない？いや載せてんな。まあ気にしないでもらって。そう、涙の湘南のイントリーですよね。あのコールされてみたかったの、ちょっとエリナさん、私エリナさんのそれなんでこの呼び方をしてるのはひななさんなんで、それが映っただけなんで、まあ、あんま気にしないでほしいんですけど、エリナさんがソロライブでもやってたんですよ、涙の湘南のね。だからソロライブの時は私はコールをしたんです私もしれっとさ混ざって言ってたなんでしないと思ってたんですか？あれはしてみたいやろ。エリナさんの写真集はもう見ました、安心してください。もう見たんで大丈夫です、ちゃんと見ました。あ、それ言わないと、報告しよう、見ましたって。エリナさんに言おう。11日って何？あ、オンラインって11日ですよね。あ、そっか、1週間後じゃん。もう早っ、もう5月って早いですね忘れてたとかではなく、日付の感覚あんまりないだけだから、安心して。そうねあっという間ですよ。私が思っていたよりもなんか2年間があっという間でした。こんなゆるゆるにしてごめんなさいね。あっという間に、確かにあっという間に来そうですよ。確かにって思った今、なんか気づいたらなんか今年終わってそうだなって最近思ったんです。なんかこんなにも早く半年が経ってしまったら、なんか私はなんかどうしたらいいんだろうと思って、なんかやる、なんか気づいたら1ヶ月終わってるからさ、なんかあがく時もないじゃん。まあ大げさに言ってるだけなんで、まあそれは大げさなだけなんですけど、皆さんなら分かってくれる。だから私的にはって感じ。だって今年もとか言ってるんですよきっと。気づいたら今年ももう終わりですねとか、もう夏だとか、ツアー終わっちゃったとか言ってるんじゃん。気づいたらツアーじゃん。な、何やるんだろうね私。まだ瀬戸にも知らないまだ里芋知らないから安心して、皆さんが思ってるより。去年年末にもきっと同じようなこと、そりゃ言いますよ、そりゃ言いますよ。私あと友達でいられるならさ、あの子が歌ってたじゃん、なんかあ歌
歌ってたんですよ、カラオケでね。ちょっとこんな話してもさ、来れなかった方がいらっしゃるのに本当にごめんなさいなんですけど、ちょっとのんここがね、カラオケのなんかカラオケの企画があったんですけど、のんここがね、あの友達でいられるなら歌ったんです。これがあの前提ね、これが前提の説明ですね。なんかわがままの流れ星歌ってたというか、そのコンサートでやってたあの二人が友達でいられるなら歌うって、なんかエモいなと思って勝手にエモくなってた、勝手にエモくなってましたっていうお話です。こんばんは。今日のファミわかんないです、何があるか。大人になりましたよ、みんな。いや、なんか目線がとかじゃなくて、あの二人がなんかっていうね話。ふう。ちょっと待って。明日はまあ別じゃないですか。明後日は公演です。明後日は公演ですよ。ありがとうございます。なんかたくさんありがとうございます。ちょっと待ってくださいね、もうすぐインスタ載せれそうなので。公演はただいまね、愛中公演。インスタあの日付超えないようにしてるだけよ、あんまりそんなに感じです。そんなにこだわってるっていうよりかはって感じ。さて、で次、インスタフォローしてないんですか？ついでにフォローしてください。 TikTok もついでに見てください。どれがいいかな、これか。こんばんは。 X はってなんで X は。今日のファミの衣装初めて着ました。先輩方が割と全然ついはあの3つぐらいしてないけど、ちょっとすっ飛ばしてごめん。なんで見ないんですか TikTok も。
SNS はなんか習慣付けしたらあんまり苦じゃないんですよ。別に SNS そんな苦だと思ったことないんですけどやっぱりね、あの衣装かわいいよね。めっちゃかわいかった。でも TikTok はそろそろ取りだめないと、ね、やばいんです。やばくないけど、全然やばくないんですけど、私計画性はないんですけど、まだなんかたくさんある下書きでも、もう同じ曲ばっかやっちゃうんで、そろそろなんか凝ったものがいいんですけど、凝ったものもないんですよね凝ったものないっていう気まずい。でもわかりやすく数字があるのでね、ありがたいけど、別に無理、なんかね、そんなに皆さんが思ってるより無理はしてないんですけど、でも時間はね、かかりますね。ちょっと待って無言の時間が経ってしまったごめんなさい。どん、何つければいいんだ。あ、そっかそっか。あ、音源さ解禁されたっていう噂なんですけど、本当ですか？よく知らないんですけど、皆さんの方がなんか知ってそう。TikTok です。これか。逆に皆さん知らない？なんでかは調べてください。ありがとうございます。調べてください。私から説明して何か誤解を生むような発言をしてしまったらちょっと申し訳ないので。ってことはさ、昔の音源のやつさ見てみる。これじゃない？
全然わかんない。でもまだ使えなそう難しいね世の中難しい。難しいですね。諦めますさて、次はちょっと待って、コナンも見たいし情熱大陸も見たいし他にも見てないやつがあるから見たいし困ってしまうすいません。あれ明日なの？え？今日じゃなくて？今さっきとかじゃないの？土曜で？え？日曜だっけ？全然わかってないの。ごめんなさい。今日土曜か。明日か。よかった。明日なら見れる気がする。そういうことね。すいません。全然曜日感覚狂ってる。さて、ちょっと多分録画はしてあるよ情熱大陸。え、マジでフラスタ可愛かった。本当に可愛かったね。フラストと写真撮ったし、フラストだけでも写真撮った。でも可愛かったこれ。フラストがフラスコ、フラストがフラスコの形になってるんです。何からすればいいの？ちょっといろいろやりすぎてあんまりちょっと本日頭が回らない日でしたが、ちゃんと私ショールームもするので。とか言わないようにしてたのに。次はこちらを乗っけて、
と待ってね、私いろいろ、どうしよう、ちゃうちゃう、これじゃない、これにいるのかわいいか、はい、なんかね、いろいろのっけてるんで、あんまり、ちゃんと、ね、もうあとさ12分しかない、本当にごめんなさい、こんなグダグダで本当にすいません、グダグダでしたね、随分と、でもとても楽しいか、楽しい2年間ですね、だから3年目もよろしくお願いしますということが結論ですね、要は。まあ3年目もこんな感じなんですけど、ゆるくよろしくお願いします。インク、全部 SNS 更新したよ。圧とかではないんですけど、なんか日課、日課です、これ、いい日課でしょ、ちょっとストーリー一気に質問箱あたりを乗っけとこう、見るよ、見るやつ設置しとこうっと、なんか そちらに思いの丈は入れていただいて、これで全部できたんじゃない、やっと終わったよ、写真、あ、ちょっとモバメはもうちょっと今日はごめんなさい、本当にごめんなさい、なんかねちょっとごめんなさい、今日はちょっと無理でした、なので、さて、ちゃんとちゃんととか、何ちゃんととは、でもウィバースに送ります、たくさん、たくさんでもないかもしれないけどね。そんな感じでした、何の感じ、どんな感じとはって感じなんですけど、そうウィバースにちょっと送れたんですけど、メールって考えて送るからさ、ウィバースが考えてないとかではないんですけど、そう、じゃあその代わりにスクショタイムでもしとく、えらいわ今日に、あの、こんなもんでよろしいですか、こんなもんでよろしいですか、ちょっとあの私たくさん見ます、あの SNS 更新したので、他も見てくださいということで、こんな時間までお付き合いいただきありがとうございました。
嬉しかった。前髪全然完璧じゃないよ今日は。そう、でもそう、今日めっちゃさテンション高、なんか夜は特にだけどテンション高くてずっとなんか喋ってたね。喋ってたってあれだよ、いい意味でね、たくさん発言するって意味の方のものです。でも皆さんが盛り上がってくださって嬉しかったので、次は今回外れてしまったという方も折れるぐらい大きなキャパでできるようにもっともっと頑張りたいですね。はい、よろしくお願いします。目立ってた？だってみんなが面白いんだもん。なんか今日は室長さんを巻き込んでやる企画が結構あったので、まあ皆さんいじられ待ちみたいなとこあったじゃないですか。あったんですけど、そうそんな感じでございました。次もできるといいな、来年もできるといいななんて思ってますけど、3年の3年目か、もう3年目だよ、どうしよう。でも最近19期ちゃんとか18期ちゃんとかちょっとずつでもいい、ちょっとずつなんか割と多少はね、多少はさすがに話せるよ、19期ちゃんもなった気がするので、もっと距離を縮められるようにね、加入して別に2年ぐらいしか離れてないんで、そう私は先輩方と結構離れてるから、そう16期さんとかドラさん方とかは6年ぐらい離れてるんで最低でもそうレミヒューさん2人の方が近いんでね、そうですね、まあとりあえずファンミありがとうございましたって感じです。あ、待って返信してない、ありがとう、本当にありがとう、ちゃんと下書きに3日間ぐらい入ってる、ちょっとありがとうございます、こんな時間にごめんね。よし、セーフ、全然セーフじゃないけどね、全然セーフじゃない、間に合ったことにしようよ、みんな間に合ってるよねってことにしときますすいません本当に反省してます、もうちょっと早くする予定だったんですけどね、まあ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 優しいから大丈夫。やばい間違えた、いいか、さてランキング読みます、ランキング読んでさっさと TikTok とやらを何個か撮ってからちょっと寝る準備して寝ます、なんて思っておるんですけど、まあやることはたくさんあるので世の中はい、ちょっとランキング早く読まないと、わちゃわちゃいきまーす13位ちゃんさんありがとうございます、12位ひぴちゃんありがとうございます、11位しんしなひつじさんありがとうございます、10位ダーツプロさんありがとうございます、9位ドラちゃんありがとうございます、8
8位洋楽バカおじさんさんありがとうございます。8位ってやってたよね、やってなかったね。8位ありがとうございます。7位ひろきさんありがとうございます。6位とびさんありがとうございます。5位ピーヤマさんありがとうございます。4位ダオスさんありがとうございます。3位たけしさんありがとうございます。2位ルイージさんありがとうございます。そして1位ビビベベさんありがとうございました。とてもとてもゆる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 配信でしたがありがとうございました。 SNS 全部更新したんで、お時間ある方は見てから寝てください。以上です。そんな感じの1日でしたが、3年目もよろしくお願いします。詰め込みすぎた。じゃあ切れますがよろしくお願いします。花粉症じゃない、治りかけ。なんか最近風邪ひいてて、それ治りかけなんでちょっと気にしないで、元気だから。ありがとうございました。そんな感じでございました。次は6日の公演、昼夜あるんで来る方は教えてください。あとは来週はオンライン話し会待ってます。バイバイ、またねー、ありがとうございます。